柳裕也、8回1失点、完投負け、とんでもない反省のコメントを残す。初回、三者凡退と好調な立ち上がりを見せたが、2回、先頭のサンタナに先制の13号ソロを被弾。3回からは走者を背負いながらも無失点で切り抜けた。無四球で8奪三振と試合を作ったが、援護なく。柳は自分の状態も内容もいい、相手投手が良ければそれを上回るピッチングをしないといけないですし、頑張ります、と次回登板を見据えた。立浪監督は、何か一つ柳の持ち味がこの2試合で出始めた、野手陣もちょっとは何か感じないと気の毒ですよね、と目を細めた。シニドラの使命、絶対勝てないやがされ、毎回のおのおせなあかんのか、セリーグ内やから打撃もやぞ、立浪は何をね細めとんねん、ピッチングだけで勝てると思ってるから負けるんや、自援護しろ自援護、1失点とか炎上やん、新人時代の今永みたいなこと言っとる、修行そうかな。柳って甲府で移籍できないってマジなの、さすがに解放してあげようよ。上回るべきは打線では。やっぱり勝ち星とかいう欠陥指標で評価するのやめようや。